皆さんこんにちは私レック専任講師司法書士の講師の根本と申しますどうぞ 宅検吉野塾の吉野哲乃ですよろしくお願いします,ししますえ、今回私たち二人でまあ受験生が初めの導入すごく嫌がる寝抵当権について説明していこうと思いますこのやっぱりすごく導入が嫌ですよね皆さんねや,やっぱりですねもう宅検の受験生も少子の受験生ももう寝抵当って言うと、うん、結構ね頭がうわーってなってパンクされちゃう方いらっしゃるんですよね,すよね初めのイメージをしっかり持っておけばここまできてないんですけど初めのところのイメージのきっかけとなってた,ためにちょっと今回動画を作ってみようと思いますぜひねこちらの動画見ていただきたいと思います では行きましょうかはいまず、そもそもの発想から説明いたしますもともとなんですがお金を借りて担保をつけるといった場合一般的には抵当だと思うんです。ですが、これ、抵当で良くない場合も実はあることはあるんですうん例えばこちらに載っているような場合で、ね、お金を1回借りるならいいんです何回も何回も借りるような場合これって抵当だとうまくいかないんですよ。あの弁して 消えてってことなんですよね。うん、具体的に言うと、抵当権を使った場合、抵当権を使った場合ってのはお金を貸し借りして債権生まれる。うん、で、抵当権の設定契約をすると、まあここまではいいとして、払ったらどうなるかと、どうなんですか。払うと消えちゃいますよね。そうなんですよね。あれ消えちゃうんですよね。ね消えちゃいますよ、ね。でもまたお金借りますよね。うん、あれまたこれ設定するんですか。そうなるとまた設定になります。えー、でまた払いますよね。まあまあまた消えるんですかこれ。消えますよね。その繰り返し。繰り返し。儲かるのは。 使用、はあ、書士と銀行です、はあ、手数料も鹿になりません、ねね、そこで考えたのが、弁済しても消えない抵当権、<ー>これが必要になってきたわけですやっぱりそうですよね、今、設定とか抹消を繰り返すと、登録免許制とかばかなんですよよね、うん、でますんねそうですよ、ね、<ー>もうかんのは書士と国でしたね。 銀行も儲かるんじまあお金がねいやっ設、はあ、ますからね、うん、ちょっといやらしいけどもねでなのでもともと考えたのが払っても消えないというところから債券と担保権の連動性を持たせないことにしたんですね。ということでなながりがりいんでですすよねねそうですね、うん、じゃあそのネテてえとどんな一生をたどるかを見てみましょうはい例えばある銀行と中小企業さんが継続的にお金を何回も何回も貸すと、うん 抵抗権にしてしまうと何度も何度も設定してめんどくさいーそこで寝抵抗権というのを設定したとしますすると何が起きるかというとちょっとした枠というのが生まれます、うん、この枠大事ですからねこの枠極度枠と言います、うんうん、で、その枠の中に入ってくると担保されるというイメージです吉野先生ちょっとイメージをお願いできますかいいですかあのちょっとですね分かりやすいようにちょっと私道具を持ってきたんですけども、これがです、ね <laughs> これがですね。枠だと思ってください。もうね。抵当権の,のね枠があってですね。この中に入るものをいくらまで入るかって決めていくのが極度枠だから、この箱の大きさが極ダーだと思っていただいてここにですね。債権入っていくるとこうやってね。こうやってお金借りました。じゃ1000万借りました。ってなるとここに入ってくるわけですね。はいで、それで例えばじゃあ弁済するっていうことで、えー、債務者が弁済しました。そしたらこれ入っている債権がこう出てくるんですよ。こうやって。 でこの出たり入ったりっていうのが繰り返されていくというのがこの低、ね、当権の特徴ではないますん出たり入ったりと言いますけどあの出たときに担保権はなくならないんですかえこれがですね低当権と違うがなくならないんですよ、まあ、そのために作ったんですよねそうそうそうなくなっちゃ意味ないからねそうですよね、はい、<laughs> ちょっともう少しこれを絵にしてみました次の図にいきましょう例えばある枠の中にえお金を2回借りたんでしょうかうんお金を借りてドボンと入る状態こんなことが起きましたでまた 今2個入っている状態でまた2個入ったんですねで初めの2個ちょっと落としてください払われたようですここで元本確定っていう状態がたまに起きるんです確定ってどんなイメージですか確定っていうとドーンってこうやって蓋が閉まるイメージなんですよね閉まるってことははいここ,こなんですは入んないんですよこれ入んないですねそうそれがこの確定ってイメージ蓋が閉まるってイメージです が閉まっあとはもうここに債権は入んないのでここの入ってる債権だけが担保されるっていう。ということで何を担保するかがここでででで決まるんんすすすよよそうなんですよ次のです今入っているものだけが担保でそれを値提投で保守へなんとか回収していくというふうに変わってくると。というのは大きく分けて2つの次元に分かれます。 確定する前の次元と確定した後の次元です吉野先生確定する前のの次元の絵をもう一回見てくださいこれね蓋が開いてる状態でそこでお金借りましたとかで債権発生しましたってのこれ債権で入ってくるんですね。でもし弁済とかしてこの債権消えると出てくるちょっとわちゃわちゃしてる状態、ね、忙しいんですよこれ。 うんうん、落ち着かないですよね、うん、ハイスクール組人組の,あの一同レイ君みたいな感じで落ち着かないもうそれもう分からない人がいいからやめましょう <laughs> ちょっとネタが古いかもしれないで,すよ、ね、<laughs> でじゃあ逆に蓋があ確定した状態は確定した状態はこうやって蓋がします。らうんですとなるとこれもう入んない、ま、じゃあそれ入らないですよねすじゃあちなみにそれ中身払ったらどうなんですか中身払うとあっこれ消えちゃうんですよえじゃあそれじゃ抵当と同じじゃないですかそう そこなんですよ一番大事なところえ、じゃあ蓋が閉まる前と閉まった後で違って閉まっちゃうと低等と同じになるんですよえ、でも全部が同じになるんですかいや実はですね全部ではないんですよねじゃあ先生そこお願いします、はい、こちらの方なんですが利息の話になります利息の部分が低等の場合は2年分までというふうに決まってました一方値低等だったら極度額いっぱいまで行くんです つまり見てくださいこの図まだ結構空きがありますよねこの空きがある分までは利息が入れられるんですよここは唯一定当と値定当の、えー、確定後値、ね、定当と値定等との違いという風に考えていいでしょうちょっとこれまとめていきます定当権値定当権定当権は特定債権担保と言われます硬い言葉です値定当は不特定債権担保と言いますざっくりとこんな感じ 抵抗は生まれたときから何を担保するかが決まってる。一方、寝抵抗は何を担保するかは始めは分かってない。うん、さっきの図の話。この蓋が開いているときは何が入ってくるか全然わからない。出たり入ったりするんです、ね。しますよね。うん、で蓋が閉まると、もうこの今入っているボール3つと決まります。これで何が違ってくるか。 なくなったとき中身がなくなったときのです、うん、今一度お願いします蓋が開いている状態のとき中身がなくなるとビーカーは消えませんねで逆に蓋が閉まった状態で中身が払われるとそういう通り消えちゃいますまた債権自体が飛んじゃった場合も変わってきますはいこれ譲渡されるって可能性もありますかね,ねですよね 抵当の場合はどんな感じになりますか？抵当、うん、は債権がもう特定されてるので、はい、もう抵当権の移動で動いてるんですよね。はいはいはい。値抵当の場合は値抵当の場合、じゃあ蓋が開いている元本確定前からお話し,しますと、はい、この元本確定前蓋が開いているでしょ。だからこの債権だけがねピュン飛び出ちゃうんですよ。値抵当権はそのまま値抵当権者のままなんですよ。うんうん、だ債権だけこれ無担保で移動しちゃって譲り受けた人はその債権だけ手に入るっていう状態ですね。なるほどなるほど。うん、ちなみに ちょっとこちらよろしいでしょうか似た言葉でネテートの全部譲渡って言葉がありますで、これもよく出るところですで、そのネテートの全部譲渡ってイメージはこんなイメージですはいどうぞありがとうございます何も入ってませんそんな感じで枠だけ上げるってことができますこういうのはネテートの全部譲渡と言います債権譲渡って言葉ネテートの全部譲渡って言葉譲渡って言葉が似てますが違いますので注意してください では最後にこの動画を見たんです問題ぐらい解けるようになりましょう。こちら2011年問いの読んで出ている問題です。値定当権者は総額が極度額の範囲内であっても非担保債権の範囲に属する利息の請求権についてはその満期となった最後の2年分についにのみその値定当を行使できる。ということで正解はツと、うん、満額に行くまで担保できるです。これはは試験の問題でですすよね。そうですね、そ、は、うい。うん ではもううついきましょう元本確定満員値定当権者から債権を取得したものはその債権について値を行使できない何を取得したかちゃんと見たでしょうか値、うん、定当なのか債権なのかっていうと債権を売ったですよね。ってことはさっきの絵のイメージ持てるでしょうか債権だけ飛んでってもビーカーは一緒に動かないのであやこちら丸となります。 今これ上に載ってるのが司法書士試験の26年の問題、またほとんど同じ問題が宅建試験でも出ております。ぜひこんな動画のところでイメージを持てるようにしていただければ助かります。このやっぱり宅建試験と司法書士試験って、あの内容は実はそんなに変わらないんですよね。そうですね。もう出てくる。まあ、分野としては違ったとしても、同じ分野に関してはその難易度というのはそんなに変わらないですね。 そうなんですよだからそこはやっぱりそのなんでしょう資格試験の共通部分で学習しやすいところでもあるんですよね。そうだと思います、うん、だから是非、使用書士試験勉強されてる方も宅検試験受けやすいですしもちろん宅検試験受けてる方も少用書士試験かなり勉強しやすくなるという特徴があるのでこの動画を見ていただいて是非ね、あのイメージを持っていただきたいなと思いますよね。そうでですねは引き続き続勉強頑張ってください